り見てっとくれ。またひいきにしておく。仕事の時間だぜ。ようこそ。どれにするんだ？どれにするんだ？どれにするんだ？誰のにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？迷ってるのか？誰のにするんだ？これでいいか？装備するか？お買い上げだな。誰のにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？装備するか？お買い上げだな。誰のにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？ご利用サンクス。どれにするんだ？これでいいか？装備するか？役に立てて誰のにするんだ？どれにするんだ？どれにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？装備するか？役に立ててくれ。誰のにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？装備するか？お買い上げだな。するか？
お買い上げだな。誰のにするんだ。ふん、そうだな。ビビッ。それはそうと。来たはいいけどよ、本当にここでいいのか？間違いない。鳥かごに触れた時と同じ感覚がする。まさかこんな形で母校に戻ってくるなんてね。本当だね。まだ半年くらいしか経ってないのに。でもアリスが囚人の出身だなんて全然知らなかった。私もよ。生徒会長として囚人出身の有名人は把握していたつもりだけど。消したい過去だったのだろう。どういうこと？鳥かごで聞いた声、悪意に満ちた言葉の刃と悲痛な叫び。いじめをする側だったのか、される側だったのか、それは分からないが、ここでの体験は奴の心に深く大きな傷を残した。その存在さえ許さないほど。囚人がその舞台だったというわけね。だから秘密の部屋か。とにかく鍵ってやつを探そうぜ。こっからどうすりゃいいんだ？隔離されててもここは渋谷ジェイルだ。エマにキーワードを入れれば同じように入れるはずだ。よし、行ってみるか。お前ら準備はいいか？うん、行こう。キーワードはワンダーランド。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。ここ教室か。これが学校というやつか。ネットで見たのと随分違う。かなり認知の歪みが強い。一体どうなって。ちょっとあれ、幽霊。いつまで泣いてるわけ？また同情買おうとして。彼のこともそうやって騙したんでしょう。違う、私はそんなこと。何これ。うっざ、ほんとキモい。なんであんたみたいなのがノーノーと生きてんの。あんたなんかさ、死んじゃえばいいのに。こいつ気をつけろ、来るぞ。あんたがいると空気悪くなるんだけど。みんなの迷惑なの分かんない？くさい、どうなってんだよこいつ。いきなり姿が変わりやがった。場所も変化している。ここは牢の中か。話は後、来るわよ。みんな気合い入れてけ。力押しは控えた方が良さそうね。まずは相手の動きを見極めましょう。あんた見てるとイライラするんだよね。みんなのために死んでくんない？大振りを食らうとダメージが大きい。しっかり回避しろよ。敵の反応消失。どこ行った？あんた陰険のくせに男に色目使ってたし。超絶キモい。こいつ一体。
るの？わかんない。でもすごい嫌な感じの敵だ。じゃあ何なんだよこの部屋は。って鳥かごの鍵があるんじゃねえのか。鍵は絶対ある。ここのどこかに隠されてるはずだ。このままだと探すこともできないわ。まずは目の前の敵を倒しましょう。いただいていく。いいぞ、スキルヒット。ヘルストだ。うまい。いい動きだったわ。あいつやっていいか。続くわ。やっかい強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。こいつ手ごわい。気をつけろ。あいつやっていいか。敵が力を貯めてるみたい。能力変化に気をつけて。俺も見習おうとしよう。ディフェンスアップ。いただいていく。ジョーカーの追撃がヒット。するぞ。今だ。貫け。追撃するぞ。来い、食らえ。ジョーカーの追撃がヒット。貫け。あいつやっていいか。くらえ。あれ、なんでここ来てたんだ。人生気づかなかった。これアリスの記憶なのかな。過去にこうやってアリスは。さっき教室でもひどいことを言われてたよね。出身校をネットから抹消していたの。やはりこれが理由か。さすがジョーカー。これがとどめ。これで終わらせる。さすがはリーダーだ。はっ、貫け。今だ。変えた弱点。強いけど頑張れ。チェック。決める。スマッシュ。ジョーカーかっこいい。うまい。グッジョブだジョーカー。ショータイム。ジョーカーやっちゃえ。いただいていく。はっ、帰って告白したんだって。ショータイム。ほんとキモい。キモいキモいキモい。イラクなんて調子乗ったの。クライアント彼と釣り合うわけないでしょ。だから私が見舞ってあげる。ジャックロさん。よっしゃ、やっと倒せたぜ。待て、何か様子が。よし。おめでとう、ジョーカー。よし。お、新技か。やったな。新しい力に目覚めたみたい。また一つ技を学んでしまった。何だったの今の振動。今ので鳥かごの施錠が解けた。これで中に入れるぞ。マジかよ。さっきのやつが鍵を持ってたみたいだ。さしずめ、あれは鍵を守る番人だったということか。万人、アリスの記憶、鳥かごを開ける鍵。アリス自身じゃなく万人が鍵を。何ブツブツ言ってんだよ。あ、いや、
パレスとはいろいろ違うと思ってな。確かにパレスにはこんな部屋も鍵を守る番人もいなかったよね。先に進むほど謎が増えてる感じね。ソフィーがいなかったらここにもたどり着けなかったよね。私は役に立ってるか？うん、バッチリ。褒められた。ま、あれこれ考えるのは後にしようぜ。これであの中にも入れるようになったんだ。そうだな。我が輩たちがやるべきことは一つ、予告状を出して願いを取り返すぜ。さてと、あとは予告状を出すだけだな。内容どうするよ。狙うのはアリ。みんな元に戻るんだよね。ね、そしたらアリスはどうなるのかな。そりゃ当然改心して罪を告白すんだろ。いや、そうとも限らない。今回盗むのはキングが人から奪った願いだ。パレスでやったように本人の欲望、お宝を盗むわけじゃない。アリスが改心するかは正直わからん。被害者を助けてもアリス本人が改心しなければ堂々巡りね。だが予告が成功すれば願いが現れるのはあの鳥かごの中だ。そこでアリスのシャドウと出くわす確率は高い。派手に鍵を壊したしな。説得するなり拳で語るなり、シャドウを通じて改心させる機会はあるんじゃないか。なら行こう、正面から。あ、ごめん、みんなを危ない目に遭わせちゃうかもだね。だからもしよかったらなんだけど、私被害者の人たちと一緒にアリスの心も救いたい。アリス言ってたんだ、苦しんでる誰かの光になりたいって。それテレビで言ってたやつだろ、本心かどうか。ううん、今ならわかる。いじめられてた過去があるから出た言葉だってね。あの部屋で見た光景ってアリスのトラウマなんじゃないかな。トラウマ？過去の辛い経験や出来事で生まれた心の傷かな。心の傷？もしかしたらあのトラウマがジェイルができた理由なのかも。トラウマが原因で心が歪み、ジェイルを生んだか。ファレスと似てるな。ありえない話じゃないぜ。だがそれが今のアリスの行動とどう結びつく。多分だけど、自分を蔑んでたタイプの女の人に復讐してるつもりなんだと思う。目の前で男を奪ってみせるのが復讐かよ。えぐいな。それだけにしちゃ規模でかくないか。被害者の数半端なかったぞ。誰にも邪魔されないからどんどんエスカレートしちゃったんじゃないかな。キングになって歪みが増したのかもしれないし。もしそうなら私アリスを何とかしたい。心が歪んだのなら思い出させてあげたいの。誰かの光になりたいって気持ち。結果がどうなるか分かんない、分かんないけど誰かがアリスの目を覚まさせなきゃ。このまま放っておくなんてできない。アンドの そんなことないよ、ちょっと叱ってやりたくなっただけ。分かったわ、やりましょう。もちろん異論はない。だがもし戦いになったとしても命を奪うことだけは避けなくては。うん、それだけは絶対にダメ。説得できりゃ一番なんだけどな。ねえ、今回は私に予告状を書かせてくれない？あいつにバシッと言ってやりたいの。うん、任せて。予告状か。私に手伝えることはあるか？じゃあ決め台詞はソフィアにお願いするね。よし、じゃああとはどう渡すかだな。そこは私に考えがある。せっかくの怪盗団復活祭りだ、ド派手に行かなきゃな。
いいか、続いてのニュースです。マディス社の近衛明社長はパイナップル社との共同プロジェクトを発表しました。世界的 IT 企業のコラボレーションに専門家の間では期待を。はい、皆さんご注目。こんばんは。そしてお久しぶり。俺たちを覚えているか。私たちは心の怪盗団、ある人物を改心させるために再び参上したよ。人の心をもてあそぶ女、ヒイラギアリス。偽りの光で人を貶め、優越のために傷つける、そんな奴を私たちは許さない。あんたが奪った人々の願い、今宵我々が頂戴する。これを渡れば願いのある鳥かごまで一直線だ。実体化してるね。
ハデスと同じ方法が通用するか不安だったが、うまくいってよかったぜ。ルーシスカル、早速運び出せ。いやいや、さすがにデカすぎんだろう。どうする？あんなの盗めなくない？どうしたものかしら。なんだ？あいつは！アリス！やはり、こうなるか。ダメだよ君たち、勝手に入ってきちゃう。私の集めた願い、どうしようっていうのかな。あ、君、確かジョーカー君だよね。私のものになりに来てくれたのかな。私をできるかな。ヒイラギアリス、お前がやってきた悪事全てを見通した。強制的に人の願いを奪い貪り、クグツのように従わせてきた。無茶な告白を強要し、何の罪もない男女をもてあそんだ。自分の店まで開いて詐欺みたいなことして貢がせてたろ。偽りの戒心を操り、人々の心を無残に踏みにじったこと、これ以上感化できません。あんたの歪んだ心、怪盗団が叩き直してあげる。高牧さん、とっても綺麗な人。あなたにはきっとわからない私がどんな気持ちで生きてきたか。囚人であったことを言ってるの？どこでそれを。全部知ってる。あんたがいじめられてたことも、惨めな思いをしたことも。でも私は。ああ、そうなんだ。知ってるんだ。変われたと思っても、どこまでも過去が私を追ってくる。惨めだよ。本当に惨め。でも、もういいんだ。この力があれば、何もかも手に入る。欲しかったもの、全部。これも不思議の国のアリスというわけね。さあ急がなきゃ、時間に遅れちゃうよ。私がみんなを素敵な場所に案内してあげる。素敵な場所？反応しなくていい。ソフィー、どうせあの世とか言うだけだ。アリス、あんたの目私が覚まさせるから。怪盗団ってみんな仲がいいんだね。もしかして恋人同士もいるのかな？はあ？あんた何言ってんの？高牧さんは誰を狙ってるんだろうね。私はジョーカー君が好みかな。あなたのハートもらっちゃおう。なんかもらうとか言ってんじゃん。気をつけろジョーカー。すごいわね。ナビ、敵に弱点はない？待って、今解析中。弱点属性は帰んな。あいつの性根ごと燃やしてやれ。アリス、あんたなんでこんなことを。罪のない人を巻き込んで。私は悪くないの？みんなが勝手に私のことを好きになっちゃうだけ。それなら仕方ないよね。他の女には興味ないんだって。それはあんたが改心つけてみんなの心を操ったんじゃない？全部知ってるんだ。でも高牧さんが怪盗だったなんて驚き。私の改心とあなたの改心、どっちが魅力的か勝負してみる？いいぞ、弱ってきてる。このまま倒してやれ。おい、あのクラッカーみてえなの。アリスがポールに飛びついた時がチャンスだ。逃さずぶっ放せ。
ステージに舞う紙吹雪。いい絵になりそうだ。無駄だ。さすがジョーカー、紙一重だ。遅い。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。続け。ちょっと何するの？敵の攻撃が来る。ティンヤ、備えて。ありがとう。洗脳が厄介だな。注意しろよ、お前ら。ワンアップだ。行くぞ。いただいていく。あいつは疾風に弱いみたいだ。ここだ。疾風属性のスキル持ってるか？何するの？今だ！畳みかけろ！これがとどめ！助けんな！どうして邪魔するの？せっかく私が幸せになり始めたのに、あなたたちも私を否定するの？あの女みたいに許せない。惨めなのは違う。なんか雰囲気が変わった。みんな気をつけて。うわ、なんだこいつ。動きが変わった。早いぞ。みんなお仕置きしてあげる。まだ倒れないなんて。アリス、どうしてそこまで。高巻さんには分からない。カメスまでバカにされて否定され続けるのがどんな気持ちか。自分がカースト上位だと思い込んでいる層の残酷なんだよ。いじめられて苦しんでる人がいても知らん顔して笑ってる。それだけで罪だよね。だから教えてあげるんだ。あなたたちなんてゴミ同然だって。男にすり寄ったって逃げられないよ。裏切らせて絶望を与えてやるんだ。男の子はみんな私のことが好きになるんだから。いただいていく。あいつは任せてくれ。死ね死ね。嫌え。アイスジョーカー、弱点にヒット。バイコン、アルセール、奪え。さすがジョーカー。追撃クイーン、気力が少なくなってる。気をつけて。はっ、逃げちゃったね。ショーカー、ジョーカー、やっちゃえ。サポート、届け。ラビすごいわ。はナイスジョーカー、ナイスだ。さすがジョーカー。強敵だな。気合い入れていけ。さすがジョーカー、紙一重だ。正体アルセール、私は間違ってないよ。
リス弱ってるぞ。あと一歩だ。みんな踏ん張れ。私を下げ積んでた女たちに思い知らせる。男を見る、私のものにして。それがアリスのやりたかったこと。悪いな。バカ言わないで。私は覚えてる。あんたが言ってたこと思い出して。アリス、あんた本当はどうしたかったの。私は…火炎の弱点、強いけど頑張れ。続くわ。許さない。いいぞ、スキルヒット。いい動きだったわ。負けろ。続くわ。いいものがあるな。それ攻撃に使えないか。サポート、こいつ手強い。やったか。よし。うわ、新技か。やったな、おい。これ以上やっても自分が惨めになるだけ。あんたに何が。やっぱり勝てないね、高野木さんみたいな人には。昔からそう、カースト上位の人には頭が上がらない。私だって変わろうとした。いじめられて、蔑まれて、いじめな自分を何とか変えようって、デザインを勉強して頑張ってここまで来た。それなのにあの女がまた現れて、私の過去をみんなに言いふらし始めた。いじめられてた惨めな豚だって。だから奪ってやった。男も友達も何もかも。それでもまだ許せない。あの女も、陰で笑ってた奴らも、見て見ぬふりしてた連中も、みんなみんな許せない。アリス、これが心の傷。この力があればみんなに復讐できる。だから、だからいじめる側に回ったってわけ。バカ、それじゃ同じじゃない。あんたをいじめてた奴らと何も変わらない。それでいいの？そんな奴らと一緒でいいの？あんたはなりたかったんじゃないの？誰かの、ううん、自分自身の光に。平気で人を傷つける連中の言葉になんて負けないで。たくまき、私、助けたかったんだ。私自身を、どこかにいる私と同じ思いをしてる子なのに。私、そうかな。高牧さん、私ね、みんなに謝って一からやり直したい。うん、きっとあんたなら立ち直れる。私もたくさん悩んだから。でもね、ここにいる怪盗団のみんなや親友のおかげで歩き出せた。あんたは一人じゃない。自分を取り戻せたら私と友達になろう。高牧さんと、いいの？もち。だって私、同じ夢を持ってるヒイラギアリスが
大好きなんだから。ありがとう。あ、私帰るよ、自分の居場所に。そして今度こそ。まずい、崩れるぞ。しかしすごかったな。願いは持ち主の元へ帰ったのだろうか。うん、あそこから見えたよ。願いが戻った人は消えていってた。これで現実の人たちも元に戻ってるといいんだけど。そうね、きっと大丈夫。っておい、モナちゃん、どうかした？おかしい、崩壊してねえぞ。願いは飛び散ったぞ、ブワーって。いや、この世界のことだ。そういえば、お宝奪ったらパレスは崩壊してたよね。いつも必死こいて逃げ出してたもんな。だが、崩壊の気配など微塵もない。むしろ静かなぐらいだ。主が消えて願いが消滅してもジールは消えないのか。それってやっぱりこの世界はパレスとは違うってことだよね。まだこの事件は解決してないのかもしれんな。アリスは何か知らないかしら。現実に戻ったら本人に聞けないかな。素直に話してくれればいいが、シャドウの記憶は本人にはないからな。パンサーになら話すんじゃね。私？気が合いそうだったし。大好きだとまで言っていたな。いや、もう、だってもったいないよ。アリスの才能は本物だもん。それに誰かの光になりたいって気持ちはもともと歪んでなんかなかった。最初の気持ちを思い出せば必要とする人に届けてくれるかもって。私も負けないように頑張る。すごいな。どうしたの、ソフィア。怪盗団の言ってた通り、ヒイラギアリスは変わった。ただ倒していたら気づけなかった。こうなるって分かってたのか。そんなことないわ。でも変われるのが人だから。変われるのが人。人の心って難しいね。何かを乗り越えて強くなれたかと思えば、ちょっとしたきっかけで揺らいだり。確かに難しい。人の心、謎だらけだ。まあ謎の量に関しちゃソフィーも負けてないけどね。いや、私は人の良き友人だろ。聞いたっての。分かってるな、スカル。やるな、スカル。分かってるのか。それじゃあ戻りましょうか。現実、うん、早く。
なあ、アンはあの時アリスのシャドウに怒っていたな。だが最後は晴れやかな顔をしていた。なぜだ？あいつに。そうなのか、怒りというのは人を傷つけるだけじゃない、人を救うこともできるんだな。誰かが間違っていたら怒って、人の心は不思議だな。おかげで貴重な経験を、これからもよろしく。